カナン・モンゴル属自治権は中華人民、共和国青海省、木南チベット属自治州に位置する、モンゴル属自治権。古代は、京の活動地域であった。214年に、五冠に基準している。疑心南北朝時代には、豊久根の管轄地とされたが、576年には、北州によりクルワ州が設置されている。随朝が成立すると、当初は、 豊久根とされたが、後に、再開軍赤水県の管轄とされた。753年、東朝により、洋軍が設置されたが、五代十国時代になると、都番豊久根東高、京などの西域民族の支配地とされた。早朝成立後は、中原王朝に基準するようになった。現代が成立すると、 一番東所瀬西の管轄地とされ、川州必ず里万古府が設置。秋代以降は枝官境都市吉市の管轄とされ、川州必ず里千古府が設置された。新台には淳加町が設置され、和広市徳前首端の牧地が設置された。中華民国が設置されると、大見弁次長官及び申し上げの管轄とされていた。 1954年10月、研究の河南毛族自地区が成立。1955年6月に河南毛族自地検と、1964年に河南毛子族自地検と解消され現在に至る。ありがとうございます。